どうもこんにちは。僕は今北海道の奥尻島にいます。すごい雨が降ってるんですけども、今日もう札幌に帰ります。今回は2泊3日で、急遽仕事でね来ていて、奥尻島に先週その仕事が決まって急いで飛行機を取って、で友達のね家に泊めてもらったんですけど、まあ楽しいこともいろいろあったし、悔しいこともねまあいろいろあったんですけど、もう今日は帰ります。あとそうだ、前回の奥尻島を知ってるっていう動画にいろんな質問とか意見とかくださった方ありがとうございました。奥尻島のイメージとか疑問に思ってることとか、あといろいろね、聞かせていただけて嬉しかったです。ありがとうございます。皆さんのそういった奥尻島観光、あそうだ、僕夢があって奥尻島の観光動画をね作りたくて、今回はちょっとそれができないんですけど、まあいつかできたらなと思っています。で皆さんの前の動画のねコメントでいただいた疑問を一個一個解消していけるように、今後も動画作りをしていきたいと思います。すごいね、雨が強くなってピンマイクに雨の音が入っちゃってると思うんですけど、すごい降ってきましたね。今日は飛行機が飛ぶかねすごい心配なんですけど、飛行機が飛ばなかったらどうしようっていう感じなんですけども、今日はちょっと一言お礼を言いたくて動画を撮っております。これやばいな、このサビサビ。いや本当だよ、ここちょっと直した方がいいよ